MS ワールドとは、日本の競争馬である。主な勝倉は2012年の京都ハジャンプ、小倉サマージャンプ。名前の由来は、冠名母花の一部。2005年8月20日の小倉競馬場、芝1200メートルの新馬戦で、幸い秀明を安城に、デビュー、単勝3番人気を獲得しての勝利だった。 この勝利で、七ステイゴールドに3区としての初勝利をもたらしたが、それ以後は、条件戦及び特別戦では勝ち上がるものの、重賞競争には掲示板にすら届かない成績が、続き、2007年9月1日に、小倉競馬場で行われた、小倉日経賞を最後に、勝ち星からも遠ざかった。最後の勝利から4年、出走しても掲示板にすら乗らないレースが続いていた。この年、 戦場を平地競争から障害競争に移すこととなった。障害競争のデビュー戦は6月4日に阪神競馬場にて行われた障害未勝利戦となり、これを勝利で飾る。自走7月10日に京都競馬場で行われた障害オープン戦でも2番人気の2着と堅実な足を見せ、障害競争への適性の高さをうかがわせる。 障害転候3戦目となった7月30日の小倉様ージャンプでは一番人気に押されるものの前を行く馬を捉えることができず4着となった。以後のレースは堅実に3着以内をキープし決して衰えによる敗戦でないことを示した。年明けの3月24日に中山競馬場で行われたペガサスジャンプステークスで3着。年明け2戦目となる5月12日に 京都競馬場で行われた京都ハイジャンプでは道中は前目で進みつつ、最後の直線で A のし先を走るテーエムハリアを捉え、レコードタイムで勝利、自身初の重賞制覇となった。自走となる7月28日の小倉サマージャンプでも先行しつつ、最後の直線で前の馬を捉える構想で二つ目の重賞勝利を飾った。 11月10日の京都ジャンプステークスで6着に、敗れたのを最後に現役を引退した。引退後は、愛知県の馬池四丁目乗馬クラブで乗馬となる。ありがとうございます。